はい、今回なんですけども、リモートワークでも使える外付けディスプレイの使い方っていうわけで、まあ、ちょっとですね設定を深掘りしていきたいかなと思います。でまず Mac の人でクラムシェルモードってどうやってするのって思ってる人結構いらっしゃるみたいなので、まあ、それについてですね簡単に説明します。クラムシェルモードなんですけども、まあ、条件的にはすごく単純なとこがあって、まず外部モニターがつながっていること、あとですね電源が供給されていること、この2点を満たしておけば他の設定で別にないんですよ。だから例えば僕の場合だと USB-C のモニターで、今このケーブル1本なんですけど USB-C のモニターでもうつながってるので電源も供給されてますし画面も今つながってる状態なんですね。そうすると単純に例えば今こうなってる状態でピッて閉めるともうこれだけでこっちのですね画面に切り替わります。こっちに全部が画面集約されて切り替わります。なのであとはもう閉めてしまっていたらキーボードとタッチパッドは使えなくなってしまうので USB のキーボードとマウスであったりとか、まあ、あの Bluetooth のやつですね、そこら辺を用意して対応することになります。これがクラムシェルモード。ただですね僕やりたいやつが実は Mac どうしてもできないことがあって、これはできるのにこう開いてですね、この開いた状態でこっちの画面を暗くしてこっちだけにするっていうモードがですねなぜか Mac ないんですよね。 できると思っててすごい探したんですけども、現状まだその設定はなぜかないっていうことで、まあ結構そこだけは僕戸惑ってます。っていうのも Mac のキーボードとタッチパッドって十分素敵だと思うし十分使いやすいと思うんですね。だから結構ね YouTube の動画見てるとわざわざクラムシェルモードで使って薄型のキーボードとタッチパッドとかマウスとか用意してる人いたりするんですけど、いや 薄型のキーボード用意するんだったらこれでいいじゃんって思ったりするんで、まあ、これが使いたい。あとですね結構その仕事する上でタッチパッド中心で作業できるようになってしまうと本当にマウスいらなくなってしまうので、僕は結構このキーボードとマウスは使いたいけど画面を使いたいっていうちょっとわがままな感じなので、そのモードがですねできればいいんですけど Mac には残念ながらそれはないです。で Windows だったらなぜかそれはできるので、それをですね今からブートキャンプで Windows に入ってお見せします。はい、というわけですね、ブートキャンプで Windows に入りました。まあ Mac で Windows ですね。でこれで今からちょっと作業していきますね。ちょっともうできてしまってるのでもう一遍戻すと、で Windows の方なんですけども、この開いたままの状態でも1画面しか使わないっていうモードがですねそもそもにあるんですよ。なので画面の設定でこっちだけ選ぶともうこっちだけになります。だから今僕こっちの画面は今真っ暗で見づらいよね、このままやった。ちょっとなんか適当に開いて、今これ Google ですけども、もう片方の画面は黒いままなので、これをですねこれを持ってこようとしてももちろんあの行き先がないからこの画面の中でしか行かないですね、まあ、こんな感じで Windows の方はこっちだけっていうモードが選べます。なので僕は結構仕事するときはこっちだけ大きな画面、これ 4K の画面ですけども 4K の画面だけ使って手元は何も表示しないってしてます。理由すごく簡単で、もちろん2画面使って仕事できる人バリバリできる人だったらまあそれはそれでいいと思うんですけども、僕はですね結構これするとどっちに何置こうかなって思って結構悩んだりしますし、デスクトップピッて開いた時に全部がデスクトップに戻るからこっちに表示されている内容も全部いっぺんデスクトップ戻っちゃうんですね。それが嫌で僕はですね基本的に外部モニターをつないでいる時はこっちだけってしてます。
ただまあ Mac はなぜかそのモードがないので、そのモードが実装されるのを期待していきたいかなと思います。というわけですね、今回 Mac のクラムシェルモードと、まあ、外部ディスプレイの使い方、あれこれのお話をさせてもらいました。というわけですね、今回も最後までご視聴いただいてありがとうございました。